アメ畑ダムは山梨県南駒郡早川町にある藤川水系早川支流畑川に建設された発電専用のダムである。日本系金属がアルミニウム製造の電力確保のために柿本ダムに続いて建設した民間企業所有ダムであるが柿本ダムが重力式コンクリートダムなのに対し地形上の理由でアーチ式コンクリートダムとなっている。 滝本ダム同様このダムより発電された電気は、静岡県静岡市清水区にある、神原製造所へ送られ、アルミニウムの精錬に使われている。近年ダム堤の大差が進んでおり、2016年の大差率は93%と総貯水量500万立方メートル以上のダムでは、トップとなっている。また、この大差や、土砂の不法投棄などで雨畑側から早川、さらには、 富士川を経て、駿河湾へ濁水が流れ、桜エビの不良の原因になっているとする指摘があるが、因果関係は証明されていない。また、2011年9月の台風での山腹崩落による河川への土砂の流入、2020年7月の台風では、上流の稲また、第三砂防園庭などが破損するなど自然災害が発生する地域であり、 山梨県の調査によれば、甲府市などに雨畑ダムに流入する雨畑川上流の濁りが確認されている。日本系金属が運営する雨畑ダム。山梨県の自治体に多額の保証金を渡し、一方で山梨県からの雨下りを受け入れることで、富士川の汚染を黙認させ、富士川を市の川にしたと2019年により、静岡新聞の特集記事で報道されている。 アメダムの下流にある富士川はかつては、鮎釣りが盛んで、2010年ぐらいまでは、熊本県の熊川とともに、尺鮎が釣れる川として全国に知られた。中でも、富士川鮎釣り大会は、富士川調整90周年記念として1991年に、第1回が開催されて以来、山梨県の観光資源の一つであった。しかし2010年代以降は、鮎の生息が、 ほぼ確認されていない。静岡新聞の報道では、少なくとも台風被害による土砂流入で上流河川の見濁が続いた2011年以降、山梨県の元治水課長が社長を務める採石業者が、雨畑川に凝集剤として水中の見濁物質を分離するために利用されるアクリルアミドポリマーを含む腕を不法投棄したことにより、 富士川水系の中華流域が汚染され、生物が生息できない死の川となっている。駿河湾における桜エビ漁業も、1999年には2451トンの水揚げがあったものが2020年には25.8トンと、近年は著しく減少しているが、日本系金属畑ダムの濁った水が、早川、富士川を経て、 駿河川に注ぎ込んでいるためだと2020年現在の静岡県知事の川勝平太は主張している。アメハタケダムは日経金の経営する発電専用のダムで、ダム湖の水は日本系金属のアルミ精錬のために利用され、普段は富士川に放出されずに日経金の付設した専用のパイプラインを通って日本系金属カンバラ製造所の放水路から 放出されるが、2016年時点での大差率93%と、全く治水機能を持たないため、雨が降るたびに、近隣への浸水を防ぐために発電を停止し、洪水吐きゲートからヘドロを含んだ、大量の土砂を富士川に吐き出していた。採石業者は、増水すれば流れると承知の上でおでを敷地に投棄、またコンクリ業者も採石業者の許可を得て、 コンクリックズを採石業者の敷地に投棄し、ほとんどが雨畑川に流出した。雨畑ダムの大差率の多さから、2019年8月の台風10号によって、ダム周囲の集落が浸水するなど、大きな被害を受けたため、水害対策のために門瀬発電所への水の引き込みは2019年8月より停止しており、現在は、 雨畑ダムの濁った水が藤川水系にそのまま流れている。桜エビの不良問題を抱える静岡県側では非常に問題視されており、山梨県の採石業者の不法投棄問題も有効漁協の訴えを受けた静岡、山梨両県の合同調査によって2019年に判明した。この問題は静岡新聞では 積極的に報道されており、駿河湾の桜エビ問題に始まって、ヘドルフ法陶器問題から、戦後の日本系金属の水利権問題にまで、切り込んだ、静岡新聞の特集、桜エビ異変が2021年に、水産ジャーナリスト賞を受賞している。静岡新聞は、駿河湾の宝石と呼ばれる、桜エビの不良の原況として雨畑ダムと、 日本系金属を2019年より激しく避難しており、2020年元旦には日本系金属がアメダムを含む藤川水系の4つの発電所をアルミ精錬のために利用するという建前で実際はバイデンに転用していた水利権の目的外使用を出会ったことを報道。2020年2月には地元政治家の中島勝人衆院議員を動かして、 政府の答弁書を引き出し、2020年11月には、山梨県が国交省からの意見聴取を受ける事態となり、2021年2月より、日本系金属の推理権問題が国会で議論されるまでに至った。静岡新聞は、山梨県の自治体による水改正運動を引き起こすべく、山梨県や地元自治体に対する情報、公開請求や、 アンケートなどの数々のアクションを起こしている。一方で、山梨県側としては特に問題視もされておらず、桜エビの不良問題の原因も不法投棄のどろかはわからないと考えており、従って、検出試験などの調査も行われていない。2019年に行われた山梨県、静岡県の合同による富士川の浮遊物質量の調査の結果では、山梨県側としては、 調査前にまとまった幸運の見られた時を除き、目立った濁りは見られなかったという認識であり、富士川は水の汚れが少ない、清らかな川と結論付けられた。一方で、静岡県側としては、環境基準の4倍を超えた観測地点があった調査日が、早川中華流で5日、雨畑川上流、雨畑ダム貯水池では8日あったという認識であり、 その濁りの原因を公式発表に記載しようとして、山梨県側と対立、公式発表まで半年もめた末、山梨県大気水質保全がの公式発表とは別に、静岡県水産業局が雨旗川上流からの土砂流入が原因の可能性が高いと静岡県庁で独自の補足を行う異例の事態となった。山梨県の採石業者の不法投棄問題は、 当初は山梨県によって刑事告発も検討されていたが、2019年6月に撤去完了し、また下流域の水質にも異常は見られなかったため、告発はなされなかった。これらの藤川流域の問題への対処は、静岡県と山梨県で温度差があるのも問題で、静岡新聞では2019年元旦より連日報道されているが、 山梨県内ではあまり報道されておらず、山梨県環境整備課も、富士川にアユがいないということを2020年12月に、静岡新聞の報道で知ったとのこと。また、2020年現在の山梨県知事の長崎、幸太郎は、雨畑ダムのヘドロ問題はあくまで浸水対策の観点から問題視しているだけで、さらに、山梨県は海がないので、 我々が関心を持っているのは河川だと、駿河湾の桜エビ問題には全く関心を持っていないため、山梨県は静岡県側と協力してヘドロ問題に対処する行動を見せながら、現実には両県で対立している。アメダムは2019年の台風19号で県道やアメの吊り橋が崩落し、地区の孤立を招いたために、 長崎知事がダムを視察して日経金を厳しく批判したが日経金自身もアメ畑ダムの問題で2020年3月期に特別損失110億円を計上するなど手を焼いており国から行政指導を受けたために誰かが対処せざるを得ないアメ畑ダム問題は2021年現在山梨県と日経金で問題を押し付け合う形となっている藤川から あゆがいなくなっても、藤川漁協からは特に問題視されていないが、その背景として、日本系金属から藤川漁協に年間千五百万円という多額の保証金が流れていることを、静岡新聞が二千十九年六月に報道した。藤川水系のアメハタ川に、日本系金属が建設したアメハタダムの大差率が九十パーセントを超えており、川岸の集落に、 たびたび浸水等の水害を引き起こしている。集落に壁を設置するなどしているが、抜本的な解決には至っていない。国から対策するよう命令を受けている。ありがとうございます。